はい、おはようございます。はい、2日目、今日は鈴鹿っすね。鈴鹿の何でしょう、こちらのコートは。テニスガーデンみたいな、鈴鹿ガーデン。あ、そうです。今日は何の予定で来てるんですか。今日は今回のメインなんですけど、吉沢カップっていう吉沢さんが主催して、はい、三重県の一般の方々と高校生と、あと東海ブロックの高校生学生と、あと関東からも日体大と中央大学からも参加してもらった第1回大会です。はい、結構これ組み合わせ見たら結構面白いですよ、ね、三重高校の、ね、そう高校生から日体大や中央大や大道高校の、ね、四日市大学とか、あと三重県の結構強いクラブチームとか、はい、いますね。なんか試合終わった後アドバイスとか、なんか監修をしてくださるって今回社長さん言ってましたけど、はい、そうですね。まず年上の方もいるんで、はい、そんな生意気なことは言えませんけど、まあ、こういう地区からも全国でも活躍する選手が出てくると、まあ、こうそれがこうなんだろう、いろんなこの辺のレベルが上がっていくと、もっと面白くなっていくと思うので、その、まあ、少しでもこう役に立てたらなという思いですね。はい、じゃあ2日目もよろしくお願いします。じゃあまず自己紹介からお願いします。日本体育大学4年の下国です。はい、日本体育大学4年の森田です。はい、ちょっと今シーズン日体大春勝って王座勝って、はい、夏もね、はい、ちょっと応援してて、はい、いい試合をしてたんで、はい、あのソフティンスマガジンとかもすごくちゃんと読ませてもらいましたけど、はい、そんな活躍してるお二人が今回吉沢カップに出るということなんですけど、はい、どういう理由で出ることになったんですか。日体大に、はい、その吉沢その実業団の方たちが来ていただいたっていう、はい、うん、でそれで篠原さんがこの大会があるってことを篠原さんに聞いて、うん、それで誰か一ペア出てほしいっていうことで、まあ、4年生の自分たちが出よう。おお、けど意気込みはどうですか、2人とも。はい、僕はもうできることが限られているので、自分のプレーを貫いて頑張っていきたいと思います。あ、謙虚ですね。はい、じゃあ全員どうですか。僕も優勝目指して頑張ります。はい、あと下国のツイッターをみんな見ていただけると面白いので。分かりました、ツイッター。はい、下国構成でなんかうまくはい、テロップで入れるようにします。はい、お願いします。じゃあ明日期待してますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。今から第1回吉沢カップの開会式を始めます。本日は遠いところから、たくさんの方にお集まりいただき本当にありがとうございます。はい、皆さんおはようございます。株式会社吉沢の、代表取締役社長の吉沢剛です。本当に今日はたくさんの方に、しかもすごくお強い方に集まっていただきまして本当に感謝しております。僕はちょっと先週の大会に怪我をしてしまったので今回プレーはできませんけど、まあ、この大会はまだ2回、3回、4回とどんどん続くと思いますので、まあ、今日この年内最後の大会になる方もいるかもしれませんが、いい締めくくりができるように皆さんのベストを尽くして頑張ってください。今日一日よろしくお願いします。優勝おめでとうございます。はい。今回の5位ということで、ありがとうございます。最後いい試合でした。皆さん寒い中お疲れ様でした。優勝された選手おめでとうございます。まあ、本当に最後の試合も見てもらって感じたと思いますけど、関東の学生というのは非常に、まあ、日本の中でもレベルの高い選手が多いので。また第2回、第3回と関東からも
に参加していただいて、そのプレーをこう肌で感じて、この東海地区の三重県のレベルアップにまたつながってもらえればと思うので、また次回以降もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。中大の2年生ペアになるんですけど、はい、一応初めて見る人もいると思うので、お名前を有名だと思うんですけど、声からお願いします。畑谷光平です。畑谷と諸角優志です。畑谷諸角ペア、今シーズン結構関東学生とか成績良かったんじゃないですか。はい。はい、今日決勝なんか心がけて、どういうことを考えて試合やってましたか。そうですね、下国さんとかは結構関東学生とかでやったりしていた、うん、していて、お互いにプレースタイルとか知っているので、その中で、まあ、うまく相手の考えを外しながら、その中でも攻めていけるようにということを意識して頑張りました。はい、準優勝おめでとうございます。悔しさもあるかと思うんですけれども、畑谷選手、球持ちもいいですし、懐も深い中で、どういうことをこう狙いながらゲーム、今日組み立ててきました。畑谷は結構、風の使い方が甘いんで、うん、懐が広いんで、懐があるんで、結構見て、アタックとかかわしてきたりっていう、ずらしてくるボールとかが結構多くて、そうそう、ずらしてくるボールを取れなかったのが、結構、負けた原因だったのかなと思います。はい、サインおめでとうございます。います。ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。初期田圭之介です。はい。初期田くんのお兄ちゃんになるんですか。はい。そうですよね。はい。弟さんがじゃあ三重高で。はい。はい。ペアの五十嵐陸斗です。五十嵐選手が後衛ですね。はい。はい、今日まず吉田カップに出場したきっかけは何だったんですか。自分たち三重高校出身で、はい、キャプテン、中京大の今のキャプテンが三重高校。一緒に自分の同期だったんですけど、それで吉澤さんの方から声かけがあって参加することになりました。はい、今日風が強い中だったんですけど、後衛結構ゲーム作るの大変だと思うんですけども、どういうことを考えて今日は試合してましたか。足を細かく使って打点を上げて、しっかり球を落とさないようにして打ちました。3位おめでとうございます。おめでとうございます。大学生に向けて自分たちの中で課題があるとしたら、どういうことを課題に春を迎えようと思いますか。やっぱり自分は終わった後に畑谷さんからアドバイスをいただいたんですけど、はい、やっぱり自分がしっかり打つボールを生かすためにロブを使ったりとか、うん、やっぱりその緩い球をもう少し使った方が生かせると聞いたので、やっぱりもう少しその相手が上のレベルの時に、うん、やっぱ打ってばっかじゃなくて、もう少しロブを増やしたりして、ちょっと展開をもう少し作れるようにしたいかなと思います。自分は大学に入るとやっぱり基本的なサーブレシーブっていうところで、ラリーの中でもテンポが速かったりとかっていうところで、高校生ではないプレーが多くなってくるので、そこのテンポについていけるようにポジション取りを速くすることだったりとか、前を速い中でも合わせるっていうこと、自分はやっぱり今日の試合でもそうだったんですけど、設定のゲームの中でやっぱ決めきるっていうところがやっぱり足りなくて、ゲームを取りきれないっていうところがあるので、自分がマッチを握った時だったり、ゲームポイントを握った時に自分でしっかり決めきれるようなプレーを大学ではできるようにしていきたいです。はい、第1回吉澤カップお疲れ様でした、はい、なんかすごくレベルの高い大会で、蓋を開けてみたらびっくりしたんですけど、いかがでしたでしょうか。いやいや、私もびっくりしました、本当に。まあ、最後にあの決勝戦なんか、本当素晴らしくて、なんであなたのフォローできるのかなっていうのがいっぱいあってですね、あの普段見れない試合を見れて、本当に楽しかったです。はい。はい、まあ、関東の大学生も参加してくれて、はい、で三重県の選手、はい、三重高校の選手、はい、まあ、目的通り、その、ソフトテニスで、はい、まあ、三重県の強化だったり、はい、まあ、その魅力を発信というところでは、はい、大会の大義は果たせたのかなと思うんですけども。そうですね、はい、その通りだと思いますね。やっぱりうまい選手たちを見ることで、まずはやっぱり自分たちの意識も上がっていくし、まあ、プレーを覚えることでっていうのは本当に必要なことだと思うんで、まあ、そういう選手たちを呼んでこれたのは本当に良かったと思います。はい、これは年1回開催で、これからもやる予定ですか。はい、そうですね、続けたいと思います。はい、
本当に吉澤カップ第1回目素晴らしいチャレンジだったと思いますので、はい、第2回、はい、第3回と発展していくように期待しています。素晴らしい大会の主催ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。船水プロ、昨日の、練習と、はい、今日の大会と2日間お疲れ様でした。ちょっと吉澤カップ初めての大会だったんですけれども、船水プロから見ていかがでしたか。そうですね、こう、まあ、三重県東海地区の選手のレベルももちろんですけど、こう関東の一部の大学の選手だったり全国で活躍している選手がこう出てくれてくれたおかげで、非常になんか思っていたよりもかなりレベルが高くて、うん、特に決勝トーナメントなんかはこう非常に面白かったかなというふうに思います。まあ、吉澤にいろいろサポートいただいて、はい、吉澤の選手たちも今回出場していたんですけども、はい、どういうことをこう彼らが取り入れていったら、はい、吉澤の実業団チームがもっと強くなっていくと思いますか。そうですね、こうなかなかやっぱりこう全国のトップレベルだったりこうそういったレベルでと一緒にこうプレーをすることが少ないので、まあ、今回こうや実際に対戦してみてこうちょっとした税で言えばちょっとしたポジション取りの遅れがこう命取りになって、うん、それでもやっぱ触りに行ってしまってミスになるっていうふうなことも学べたと思いますし、まあ、攻撃に関して言えばやっぱりもう少ししっかりと押し込めないとコースにしっかりと打ち切れないと、うん、こうゲームを進めるというのは難しいこともよく分かったと思うので、まあ、本当にちょっとしたところですけど普段の練習の中からもう少しこう精度を高める練習をしていってくれると技術的にはやっぱりこう春先よりもやっぱりこう環境も非常にいいので春先よりもレベルも上がっているように感じてはいたので、まあ、もうちょっとこう実戦の中でこうしっかりとこう自分たちの力を発揮できるようにそして相手としっかり戦えるように頑張っていってほしいなと思います。はい、寒い中、はい、いろいろ監修含めてお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もらいました参加賞ラッキー。三重県の鈴鹿遠征、はい、今日3日目ですけども1日目、まあ、合同練習会して、はい、昨日吉澤カップがあって今日は何でしょうか。今日は鈴鹿のこの辺の地区の中学生対象の、まあ、講習会みたいな形ですけど、はい、僕がちょっとまあ、怪我の都合もあるのでそんなに打てないですけどこう触れ合う時間を大事にしていきたいなと思います。はい、逆を紹介させてもらいます。皆さん知っているかもわからないですけど今日はですね、プロに来ていただいてるんで、まあ、めったにないですよこんな機会は。本当に1年に1回もないかもしれません。皆さん一期一会っていう言葉知ってますか。一期の期はですね1学期の期っていう字なんですけど、まあ、これは人の一生を表します。で、一会っていうのは、会っていうのは会うっていう字ですね。まあ、人の一生で一回会うっていう意味なんですけど、まあ、これは茶の湯の世界、まあ、安土桃山時代の世界に作られた言葉で、まあ、人の一生に一回くらいしか、会わないくらい、大事な出会いっていうことですね。で、皆さんは、今日プロと出会いました。で、大事なのは、まあ茶の湯の世界に作られた言葉なので礼儀や礼節、とか、まあ、今日の場合は、元気よくやっていただくことだと思います。私は、プロに対して、まあ、失礼の内容、プロからもいろんなアドバイスいただけると思うのでアドバイスをしっかり頭に入れる、しっかりこれをやっていきます。おはようございます。寒いですけど元気よくいきましょう。時間も限られているので積極的にどんどん質問をしてくれれば答えれることがあればしっかりと答えていきたいと思います。遠慮なく声かけてください。最初体格で入ってもらってやることは一緒ですけどちょっと難しいんでちょっと違ってきます。一緒に動いていってく
まあ、6球やってもらったと思うんですけど、大体3球目くらいまではみんなちゃんと踏み込めるんですよ。ボールが来て3球目くらいまではちゃんと踏み込んでコートの中にも入ってこれるんですけど、4球目、5球目、6球目とかになるとだんだん遅れてきて足が後ろになってしまってるんですけど、できるだけ後ろに下がってください。余分に下がって、下がりきれないとどうしても足が後ろになってしまうので、助走という意味で一回下がって結構下がってましたね、この辺まで。で、打ちやすいタイミングでこう打ち出したらいいんですけど、この下がる動作が先生からもよく言われてると思うけど、フットワークっていう動作になるので、自分の打ちやすいところにより正確に、より速くいくのが、そのための手段がフットワークになるので、ただ足が速いだけじゃなくて、打ちやすいところにちゃんと引き上げて、できるだけ打ちやすいところに引き上げて、で、打つタイミングなんですけど、ボール上がってきたらどこだと思いますか？打つタイミング、ボールの位置上がってきて落ちたところか、で、上がりっぱになる、で、結構ボール折り返しますよね、その瞬間か。その3つどれだと思いますか？一番正確に打てるのはボールが折り返す地点です。こうボールついて、ボールはこう上に上がって、また下に落ちてくるので、落ちてくる瞬間に、で、落ちてくる瞬間が打つタイミングなので、こうしたら今のは落ちすぎてですね、もう一回いきます。今のは落ちすぎてて、これはちょっと早すぎて、
真ん中にありますよね。しばらく体の正面にあって座線に入ってから打ち始めましょう。講習会お疲れ様でした。中学生30人ぐらいですかね。40人。一緒にテニスしてどうでしたか。そうですね、こう最初は、まあ、向こうも緊張してたのであれでしたけど、だんだんこう打ち解けてきて、いろんな質問もしてくれたので非常に充実した時間になりました。はい、今日はまあ基本的なローボレーとかストロークとかバックハンドとか基礎的なことをまあ中学生でやったんですけど、はい、まあ、中学生でもしこの YouTube 見てる人いたらどんなことを意識して練習したらいいかアドバイスをお願いしたいんですけども、まあ、そうですね、しっかりとこう自分が県大会勝ちたいとか地区大会勝ちたいという目標があると思うのでしっかりそれを設定して、それに向けてこう何をしなきゃいけないかということをしっかり頭の中で整理をしてから練習に臨んだ方がいいと思うので、しっかりとこの冬の時期は大会も少ないので自分の苦手なところを克服して頑張ってほしいと思います。はい、じゃあ最後、あの吉澤さん、あの、はい、スポンサーいただいて大変お世話になってますけども、はい、あの去年からあの実業団採用があるということなんですけども、はい、船水プロもこれは結構監修とか関わってるんですか。そうですね、こう採用の時にこう実技試験の方に主に関わらせていただいてて、まあ、もっともっとこうレベルの高いチームになっていくためにこうどんどんやる気のあるテニスが好きな選手をたくさん募集したいと思うので、ぜひその時はまたよろしくお願いします。はい、じゃあ3日間鈴鹿でのイベントお疲れ様でした。ありがとうございました。